はい、今回は金融危機と世界大恐慌の中でドルが崩壊する、日本はどうなっていくのか、日本はどうするのかっていうこちらについてですね、考えて、お伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、とても難しい、この世界経済の話なんですが、もちろんわからないところもあるんですけれども、わかる限りのところからですね、わかっている情報を考えるとこういったことなんじゃないかと思う、僕の解釈ということで、そちらがですね、リスナー様の何かしらお役に立っていただけるものが一つでもお伝えできればと思いまして、今回こちらの件についてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。今、世界はどうなっているのかっていうと、金融危機からの世界大恐慌にもほとんど、入りかけているんですね。で、そちらの、きっかけっていうか、そちらが、明らかになったというのが、このアメリカのね、銀行の破綻ということなんですね。アメリカの銀行がいくつか破綻した。そしてその後もですね、アメリカの銀行はまだまだ破綻するところが多いと言われている。おそらく本当だと思います。その根拠っていうのもこの後にお伝えしていきますが、で、アメリカの銀行が破綻した後に、今度はスイスの銀行ですね、クレディ・スイスが破綻しそう。で、クレディ・スイスが破綻しそうだから UBS が助けるって言ったんですが、もう助からずに、クレディ・スイスと UBS 共倒れっていう、そういったことが分かっていると。アメリカの銀行、あるいはですね、イギリス、そういったところ、スイス、そういったところの、経済が破綻する、そういった状況下にあるのが、今のこの世界経済の動きである、ということです。で、このアメリカの破綻っていうのは何を意味するのかっていうと、もうちょっと言うとですね、今まで世界っていうのは米国基軸通貨ドル、あるいはペトロダラー体制といって、何かを決済する際に常にドルで決済していたんですね。で、そうすることによってアメリカ中心で経済が回っていたんですが、このペトロダラー体制がもう終わるっていうことなんですよ、今回のこの件とか。で、アメリカあるいはスイスの経済破綻がもうほぼ分かってる、ということなんですが、アメリカっていうのはまだ利上げを継続するとかって言ってるわけですね。で、ここでですね、ちょっと気になる、アメリカ国内の経済について考えていこうと思うんですが、ちょっといろいろ調べてみたんですよ、僕も。どういったことかなと思って。で、おそらくアメリカの国内の経済っていうのは、ここ数年ね、今2023年ですが、ここ数年2024とか2025とか、そういった数年以内におそらくアメリカ国内の経済は、崩壊、あるいは破綻、すると思います。前もお伝えしましたが、アメリカっていうのは、かなりな人が今厳しい生活になってるってことは分かってる人、個人生活とか、あるいは例えば企業とかそういった面でね。で、アメリカの個人は何が厳しいのかって言ったら、生活今していけないアメリカの、国民が多いということで、クレジットカードのね、キャッシング枠で何とかかんとか、過ごしている人が半分以上いるということで、かなりアメリカの国民生活が厳しいと。で、今回のこの金融危機とか、そういった世界大恐慌の中で、アメリカの一つのですね、大きな、事業っていうか、その収入っていうか、その経済を支えるっていうか、その一本の柱である、不動産がおそらく崩壊するんですね。アメリカの不動産がですね、不良債権化して、多くの不動産業者、不動産の会社、不動産の企業が倒産するっていうことが、これほとんど分かってるんですね。もうはっきりとっていうのはもちろん分からない、ところもありますが、アメリカの不動産業者っていうのは、例えば来年2024年とか2025年に、債務が返済できないっていうことなんですよ。だからもう今っていうのはこういう金融恐慌、世界大恐慌の 中におりますので、で、例えばその不動産のね、利息の見直しとか、そういうのをアメリカの不動産業者がやろうってもできないから、そういったところでアメリカの不動産業者、不動産会社そのものがほとんどもう潰れていくっていうことで、アメリカの不動産 業界、不動産業者が崩壊、つまり、アメリカの国民生活プラスアメリカの国内経済、破綻、そういったことが考えられる。おそらくあと1年か2年後。で、日本というのはアメリカの属国ですから、アメリカにこのようなことがあったら、その後、時を追って日本にも来る。そういったことが考えられるって、そういったことです。で、アメリカだけでなく、イギリスもそうです。経済がもうすでにイギリスは破綻しており、イギリスに残された道というのは利上げしかない、ということなんですね。で、そんなことをして、イギリスというのは利上げをし続けると、時間が経って、当然イギリスの
の経済も破綻する。だから、アメリカ、まあ、スイス、イギリス、そういったところの経済が破綻する、その最中日本は何を言ってるのかというと、日本は利上げをしないと言ってるんですね。日本は金融緩和といって、まあ、そのアメリカに、資金を提供する形を取ってますが、日本も当然こんなことが持ちませんので、時間の問題となって、日本もおそらく利上げせざるを得ない状況になって、日銀が破綻する、日本経済が破綻する、そういった道、そういった今状況にあると考えられます。で、世界全てが厳しいのかっていうと、そうではなく、厳しいっていうのは西側なんですね。この金融危機だったり世界大恐慌の影響を受けると西側なんですよ。先ほど言いましたけど、アメリカ、イギリス、あるいはスイス、ね、まあ、他の国々もありますが、そして最後に日本ということなんですね。ではこの西側以外の国々っていうのはどういった動きをしているのかっていうと、西側以外の国々っていうのは動きを見せてるんですよ。この世界のね、こういった動きに、ペトロダラー体制の崩壊、ドルがもうどうにもならなくなるっていうことを、西側以外の者たちっていうか、まあそのトップの人間たちというのは考えて、着々とそういった行動をしていると言われています。主に、ブリックスって言われる、まあ、ロシアとか中国なんですが、もうロシアとか中国っていうのはいち早くこの、まあ、ドル支配、ペトロダラー体制から抜け出そうっていう試みがありまして、ちょっとこれっていうのは、まあ、難しいんですけど、まあ、調べてみたらこういうことなのかなっていうことなんですが、ロシアとか中国っていうのはその決済をドルに頼らない、ペトロ元とかっていう、もので決済してるとかって言われてるんですよ。だからおそらくこのペトロっていうのが、ちょっと何だかわからないんですけど、ペトロユアンとかって言われていて、ペトロユアン、ペトロ元ということでね、世界準備通貨、ペトロ元とかって言われてるんですよ。今までっていうのは世界の基軸通貨がドル、ペトロダラーって言ってましたが、それにまあちなんだのかよくわかりませんけど、世界、準備通貨、ペトロ元って言って、ロシア、中国はこのペトロ元で決済してるっていうことが、まあ、言われていると。どういうことかっていうと、ロシアと中国の決済っていうのは、ロシアっていうのはルーブル、中国っていうのは人民元じゃないですか。約3分の2がこの人民元、ルーブルでされているっていうことなんですね。でロシアっていうのは今度他国の貿易ね、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの貿易に、この人民元を使っている、ルーブルではなく、ロシアはアジア、アフリカ、ラテンアメリカの貿易には人民元を使っているっていうことで、ロシアっていうのは何をしてるのかというと、ペトロダラー体制、ドルからもう即抜けたってことです。中国も抜けたってことです。ロシアと中国の目的っていうのはドル離れってことです。いつまでもペトロダラー体制にいてはどうしようもないんで、ロシアと中国はドル離れを起こしたっていうことです。で世界の難しい覇権構造ですが、今西側以外の国ですね、日本は西側に入ってますから、日本っていうのはアメリカ、イギリス、まあ、スイス、まあね、そういったところの西側、 NATO に入ってますが、それ以外の国ですね、西側以外、 NATO 以外の国、どういうところが中心になっているのかっていうと、先ほどのね、中国、ロシア、あるいはですね、サウジアラビアとかイランとか、そういったところですね、インドとかも入るんでしょうけど、中国、ロシア、サウジアラビア、イラン、インドっていうところ、そういったところですね。こういった国々は何してるのかっていうと、ドルから離れていってですね、まあ、その貿易の際に自国通貨ですね、だから例えばルーブル元とか、人民元とかそういったものとか、先ほどのね、お話したこういうのペトロユアン、ペトロ元とかっていうのに向かうのかわからないんですけど、とにかく、もうドル、では決済しないと、まあ、ドルの決済を使わないっていうことをして、いるっていうことです。中国、ロシア、サウジアラビア、イラン、インドっていうものが、ドル基軸通貨 を離れているってことです。でアメリカは何してるのかっていうと、ね、アメリカってのはドルですから、ドル、基軸通貨、ペトロダラー体制が転落していってどうにもならなくなって、ドルが紙くずになっていって、もう紙くずすってもどうしようもなくなっていってっていうことで、アメリカのペトロダラー体制、ドル体制、ドル覇権が終わるということ、同時に、アメリカ、イギリス、スイス、日本といった西側経済の崩壊っていうのが、おそらく世界の経済の流れだと思います。別に難しいからね。でこういった話がほとんど取り上げられないんですが、で、気になるのは僕たち、住んでる日本ですね。日本国民何してるのかっていう話ですが、日本っていうのはアメリカに従ってるわけですね。世界っていうのはさっき言いましたけど、中国、ロシア、サウジアラビア、イラン、インドっていうものがドル支配から離れていってる中、日本はアメリカにくっついていってるわけですよ。
何かっていう話ですが、先ほど言いましたね、アメリカの、ドル覇権、ペトロダラー体制、西側経済が崩壊する中で、日本はその西側の崩壊する中に入ってるわけです。出る気配を見せないから、日本は西側から出る気配を見せない。世界の他の国々っていうのは西側のそういったものから離れていく中で、アメリカ経済が破壊し、アメリカ経済が崩壊する、西側 NATO の経済が崩壊する、もう分かっている、日本はその分かっている崩壊するところに、いるっていうことです。まあ、何にも動きを見せないっていうことです。だから何かっていうと、先ほど言いました、最後に確認いたしますが、アメリカの経済が崩壊して、イギリスの経済が崩壊して、スイスの経済が崩壊する。で、世界はそういう崩壊に、考えるが、日本はそういうことを考えずに、日本も時とともに経済が崩壊するっていう、そういったことだと思います。あまり語られることのない世界経済の難しい話ですが、こういったことだと思います。ただですね、一回この米ドル基軸通貨ペトロダラー体制が一回、崩壊して、まあその後大変なことが起きますが、その後ですね、まあ創造と破壊っていうことなんで、一度破壊を経て日本もまた創造していく、ことがあると思うんで、まあその時にね、まあ僕たち日本国民が何らかしらね、また経済活動して、有力なれればいいなと思いますが、まあもう日本っていうのはね、もうその崩壊していく西側の中に、もろおりますから、出る気配も見せないし、まあ、そういうことだと、思います。あまりですねこちらの話は聞かない、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、いろいろ調べてこういったことなんじゃないかと思う、僕の分かる限りの解釈ということでお話しいたしました。まあ、何かしらリスナー様の ご参考になっていただけるものが一つでもお伝えできれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。